皆さんこんにちは、こんばんは。ゴッティバドミントンチャンネルです。はい、本日は中国マスターズについて語りたいと思います。はい、まずは奈良岡選手優勝しましたね。スーパー500以上の大会で初タイトルかな。いや本当におめでとうございます。いや1回戦から厳しかったね。アントン戦だったのかな、1回戦はファイナル19。いや試合時間長すぎる。いやすごいよファイナル19。てか最後プッシュアントン戦決めてたら20オールで本当分かんなかったのにな。いやでもいろいろ言われましたね、あれ勝った後は。まあ結構、まあ、見てたっすけど、確かにラリー感相当長かったなっていう。まあでも審判がレッドカード出したりしなきゃまあ大丈夫っすよ、いくらやっても。いや本当に巧みな戦術ですし、駆け引きも面白いですよね、その試合展開の。いや本当アントンセンに勝ててよかったなと思います。次はプラノイかな、プラノイ、インド選手。インド人やっぱ奈良岡桃太絶対嫌いでしょ、あのプレー。毎回かもられてるもん、インド人は。インドの選手はね、やっぱインドはもっと日本人対策しなきゃいけないんじゃないですか。落車戦もプラナイも他の人には勝てるけど、やっぱ奈良岡には勝ててないし、まあ前までは桃田選手にも勝てなかったんで、インド人は対策しなきゃなって感じだと思います。いやあとあれですね、中国マスターズは日本人で 1-2-3 フィニッシュですよね。まあ韓国マスターズで、まあ、桃田選手渡辺選手が 1-2 してたんで、その A 代表の人たちはやっぱ感化されたんじゃないですかね、俺たちがやらなきゃっていう感じで。でも結果は本当に 1-2-3 ですごい良かったんじゃないかなと思います。で奈良岡選手、準決勝は米山選手ですかね。いやなんか準決勝すごいさらっと終わっちゃいましたけど、いやあんなので良かったんですかね。皆さん見ててどう思いましたか。相当さらっとしなかったですか。なんか言い方悪いとこう使用試合というか、なんというか結構ひどかったっすよね。いやあの何でしょう、こう同じ日本人同士だからこう手の内こう読めるっていうのは分かるんですけど、常山選手あれっすよね、あの西本選手とやるともっと声を出してガツガツ動いてますし、なんか気迫あふれるプレーすごい目立ってるんですけど、なんで奈良岡選手の時はこう静かにやってこう手も足も出ずっていう、なんか本当にいいところ出ず待っちゃって、本人はあれで良かったかな。いやちょっと見てるこっち側からしたら、えこんなんでいいのみたいな感じでしたけど、いや結構俺以外にも多分多分結構多いんじゃないかなって思うんですけど、何でしょう、スペインマスターズだっけな、こう決勝で西本選手と常山選手がマジでしのぎを削ったあのファイナル19の、あと世界選手権とかもそうだったじゃないですか、西本常山で。あとはトナミ対 J テクトの SJ かな、で もうめっちゃ声出してすごい盛り上げたり、こう自分を奮い立たせてこうやってたと思うんですよ、常山選手。なのに奈良岡選手のとやった時はあんなんでいいのかなっていう、そのこう最近奈良岡選手こうニュースターじゃないですか、その若手のこう下からグイグイ来られるのすごい嫌だと思うんですけど、お前だけじゃなくて俺らもいるんだみたいな、そういうのをなんかプレーというか背中でこう見せて欲しかったんですけど、ちょっと残念でしたね。はい、まあでもまだ常山選手本当僕はまあ俺は結構好きなんで、まあ今後も期待って感じですね。ちょっと今回は残念でした。はい、うん、決勝は西本選手ですかね。で西本選手は準決勝でザオ・ジュンペン中国の選手に勝ってすごいノリノリで来てたと思うんですよ。なんで絶対手強かったかなと思ってたんですけど、決勝13-13
ボコられてましたね。なんか決まんないですね。奈良岡選手のストロークが本当に良すぎましたし、あと多分その熊本マスターズの疲れもあって、こうやっぱスタミナ切れだったですね。もう2ゲーム目というか、1ゲーム目のも途中でもうラリーめっちゃされてスタミナ切れって感じで、もう本当にそのストロークが奈良岡選手すげえなって感じですね。世界トップレベルかなと思います。本当にストロークは、あとディフェンスも前よりも硬くなってて、あれをね、あれを崩すのはちょっときついかなって見てて思いました。てか奈良岡選手、日本人とやると結構もうレベルの差があるんですね。13-13とか、その準決勝も相当レベルの差あるなって思いました。中国マスターズ、まあ、ワンツースリーフィニッシュですごいいいことだとは思うんですけど、そのやっぱその結果を見たらすごいいいことだと思うんですけど、こう内容を見たら俺的には結構課題残るっていうか、そんな良くないと思ってて、いやその理由がその何でしょう、奈良岡選手、こう2ゲーム目に入ったら一気にスピード落ちるくないですか。今回の相手はそのスピード落としてこうストローク合戦でやって もう勝てる相手だったからいいんですけど、そのアクセルセンだったりそのアンソニーだったりローケンユーだったり、そうシーユーチーとか、あと世界選手権でやった V 君とか、タイのその人とやった時、今回みたいなプレーでやったらこう簡単に打開されちゃうんじゃないかなっていうのは思いましたね。こうみんな思い出してほしいんですけど、あの世界選手権の決勝、そうですね、思い返してほしいんですけど、もう完全にもう最後こうバテバテだったじゃないですか。でその奈良岡選手の課題はその最後まで足が動くように、ちゃんと足を入れて打ったらもう本当世界トップレベルだと思うんですけど、そこの足がやっぱ2ゲーム目からやっぱスピードも落ちたり足もしっかり入んなくなっちゃって、こう一気に落ちて、で海外の選手はそのフィジカル強化だったりスタミナの部分だったり、その何でしょう、スピードの緩急とかちゃんとこうトレーニングで培ってきてると思うんで、やっぱそこにそこの差でやっぱ最後打開されちゃうんじゃないかなっていう風に俺は世界選手権決勝見て思ったんですよ。こうずっと同じペースでやってくれる相手だったらいいんですけど、決勝のあの V 君、こう途中で上げれたりするじゃないですか、打ってで、アクセルセンはその他の人よりも身長でかいんで、さらにこうハードに動かないといけないし、高い分しっかりあの足を入れてより打っていかないといけないんで、もうさらにフィジカルが大事だと思うんですけど、そこを多分世界選手権でこう痛感したと思うんですけど、こう日本の何でしょう、そのバックアップといいますか、サポート陣ですかね、そこのフィジカル強化の部分こうちゃんとやったのかなとかは今回の大会見て思っちゃいました。はい。で、あの奈良岡選手はあの本当にすごいポテンシャル秘めてると思うんで、そのこの一ファンとしてはそのリンダン・リー・チョンウェイぐらいになってほしいと言いますか、その全盛期桃田健斗になってほしいと言いますか、いや本当にそんぐらいになってほしいんですよ。なんですけど、その今こう身につけなきゃいけない部分というか大事な部分って絶対あると思うんで、そこをこう日本のバックアップ陣サポート陣がしっかりこう考えながらやっていってほしいかなとか思っちゃいますね。あのだってその思い返してみてほしいんですけど、その全盛期桃田健斗がその第2週目の決勝で最後足動かなくなったとか、2ゲーム目からスピード落ちたかとか言われたら落ちてなかったじゃないですか。さすがに3週目になったらちょっと多少は落ちるんですけど、2週目ぐらいだったらなんとか持ってたじゃないですか。でも今回奈良岡選手は相当顕著に現れてたと思うんですよ。なのであのリンダン・リー・チョンウェイ
前席桃田健斗目指してしっかりフィジカルの部分だったり本当に足りない部分をこう鍛えてほしいですね。はい、今回すごいボロクソに言っちゃったっていうか結構なんかなんだろう批判的というかそういうこと言っちゃったんですけど、まあ誰かしらは思ってるというか誰かしらは思っててもいいんじゃないかなと思ってるんで今回はちょっときつめに言っちゃいました。はい、まあ本当にこう一ファンとしてその奈良岡選手にはこうリンダリーチョイみたいにあの本当君臨し続けてほしいなって思ってます。はい、チャンネル登録まだのことはチャンネル登録ボタンお願いします。高評価もよろしくお願いします。今回はそれだけです。今回も見に来てくれて本当にありがとうございました。それでは See you next time.